まだ病気になる前みたいにいろんなことをうまくこなすことができません。頑張るの折り合いはどうつけたら良いですか。うつ病だという前提でお話をしますね。回復の階段という考え方があるんです。うつ病が回復していくときには神経伝達物質の順番としてから回復する、次にから回復する、最後に回復するっていう考え方があるんですよね。発達プログラムで友達ができました、よかった、自分から声をかけてなんとか話してみると、意外と話せて半日出かけてみることができました、この調子で友人を増やし依存先を広げようと思います。友達にも深い浅いいろいろあるんですね。厚見先生が友達を作る際の基準とかありますか。はい、ありがとうございます。私は基本的にぼっちなんで、1回2回でも話した人は薄い友達だというふうに思うようにはしています。変な言い方ですけど、患者さんは全員薄い友達ですよね。ここで会話している皆様方も皆さん薄い友達ですよね。濃い友達と言えるほどの濃い友達はもうあんまり近くにはいないですよね。中学高校大学の時の友達っていうのとかが、まあ、本当に濃い友達かなというふうには思ってるんですけど、医者になってからの友達っていうのも、まあ、もちろんできてるんですけど、やっぱりそれまでの友達に比べたらやや薄い感じの友達かなっていう感じですよね。本当に濃い友達というのとは、まあ、数年に1回ぐらい会うかなっていう感じかな。で、浅い友達という意味では、まあ、皆さん全員そうですよね。頻繁に会うような相手というのはもう逆に僕ってちょっと疲れちゃうんで、あんまりいらないっていう感じですね。私は今は精神障害者だから、出先で障害者用駐車場に停めることがあるのですが、私の愛車が改造車なのと障害者のマークを貼ってないからか、他人からジロジロ見られる感じがすごく不愉快で腹が立ちます、うん、昨日ジロジロ見ているやつに切れました。どうしたらいいですか。本当は外から全く見えないようにフルスモにしたいです。はい、実際フルスモにしたらどうでしょうか。障害者マークも貼っちゃったらダメですか。貼っちゃって僕いいと思うんですけどね。貼ったら嫌なのかな。こういったことに自分自身をね、極端に変えようというふうに少なくとも現段階で思う必要は僕はないんじゃないかなと思うんですよね。そのことによって第三が楽になるのであれば、フルスモになるべく早くした方がいいと思いますし、障害者マークを貼っちゃった方がいいんじゃないですかね。警察署かでもらえると思いますので、まあ、そのようにして自分自身がね、鬱陶しいとかしんどいなというふうに思う頻度を下げられた方が良いような気はしますね。精神医学的に見ればなんですけど、かっこいいから見てたんかもしれないんですけどね。僕自身が目が悪くなっていく時の感覚なんですけど、僕自身が目が悪くなってで挙動不審なやつに見られないだろうかっていう風に、僕自身のことを見た時は、周りの人が僕自身のことを、僕のことをジロジロ見てるような気がしてましたね。ただね、後になって聞いたことあるんですよ。挙動ってましたかとかね。僕は結構目が悪くなっていく時のことって割とオープンにしてるので、今聞いたらね、えって言われること多いですよ。私見てました、先生のことみたいな。そういうことも結構あるかもしれません。厚見正彦の動画。私は女性なのですが、同性が苦手です。話しかけられると苦しくなってしまいます。目は見えないこともあって、スルーするのが大変です。目が見えないのですか。どうすればいいのでしょうか。女性が苦手な場合、女性を避けるというのも大事かもしれませんが、男性が得意なんだったら基本的に身の回りを男性で固めておくということの方がうまくいくんじゃないですか。逆ハーレム作られたらどうでしょうか。苦手なことを得意にするっていうのは簡単じゃないんですよね。なので得意なものをもうより増やしていくという発想にしていかれた方が一般的にはうまくいくことが多いかなっていう気がしますよ。周りにいてくれる男性の方々にですね、私女は苦手なの、私は女は苦手なの、男性の方が落ち着くわって言い続けておけばですね、だんだんとこう周りの男性が集まってきますのでね、周りの男性のバリアによって相対的に女性の影響は薄まる可能性が高いかなという気がしますね。そういう意味で言えば、男の方がね、世話好きなことも結構あったりするんで、そういう時に女性の方が近づいてこられたりとかすると、それとなくですね、近づいてきた女性とですね、適当に話してくださってですね、遠ざけてくれたりする場合もあるかもしれませんよ。人間関係に関する質問です。会社にどうも合わない人、意地悪というか邪魔をする人がいて、この前喧嘩みたいになりましたと。相手にとっては若輩の私の態度が気に入らないようですと。こちらも同じく不愉快で今でも思い出します。嫌な人をスルーするアドバイスをいただければ幸いです。いろんな方法がありますよね。
まずとっても大事なことなんですけど、嫌だと思う相手に目を向けすぎるということよりは、仲良くやれてる方との関係を今以上に大切にしましょうねということが一番大事かなと思うんですよね。臭いものが近くにあると、なんか臭っ、どこから匂ってんのって書いてですね、わざわざ臭いところを探し回るっていう方が結構おられてですね、その部屋が臭いんだったらその部屋の匂いの元を探すのも手ですけど、別の部屋に逃げたらそれで終わりっていうのがありますし、別の部屋に行ってフローラルの香りを嗅いだら終わりっていうのもあるのでね、どうしても匂いの元を探さなければいけないという状況でない限り、フローラルな匂いのするところに逃げましょうというのが、まあ一番ね大事なところかなっていうところではあると思いますね。あと気持ちに余裕があるときでいいと思うんですけど、スルーというのもまあ大事なんですが、実は逆の考え方も結構大事でして、その人のねことをよく観察してみるということも大事な場合が結構あったりしますね。その人が自分を不愉快にさせるっていうのは、その人のどういう言葉とかどういうような態度とかっていう風なのが自分を不愉快にさせているのかというふうなことをきちんと見てみるということも大事で、そのことというのはですね、逆にご自身にとって大切なものというのをその人の言葉とか態度が脅かしている場合が結構あったりとかして、その自分自身が大切にしているものというのを脅かされるので、それを守ろうとして怒りの感情が湧いているということも結構あったりしますのでね、実はその人をね遠くからよくよく見てみると、ああ俺ってこういうふうなことを大事に思ってるんだなっていうことをね、感じ取れるというふうな機会になったりもするかもしれません。あとはね、よほど余裕があった時にはその人のムカつくこと以外のね別の側面が見れるというふうなことがあったりとかすると、よりこう視野が広がるっていうこともあるかもしれませんね。今日今持ってないんですけど、増田先生のね親を憎むのをやめる方法っていうのにも書いてあることですけども、毒親がいたら毒親の毒親以外の部分を見れるようになるというのが、とても毒親に対してしんどくならないようになるためにはいい方法ですよということが書いてくださってるんですけどね。それと同じで、ムカつく同僚とかムカつく上司がいるという時に、最終的に自分自身を救う考え方というのは、ムカつく上司のムカつくやつ以外の側面をいかに見ることができるようになるかということがね、結構大切だったりすることがあったりはしますので、まあ、そういったこともねできるようになるといいかなと思いますね。私はですね、実を言うとここだけの話なんですけど、十何年20年近く前に随分まあ馬が合わないなというふうに感じてた上司というのがいましたね。自慢ばっかりする人だったんですよ。自慢ばっかりしてね、本当にもう口開けば自慢話しかしないので、もうそれ聞いてるのが鬱陶しくて鬱陶しくて仕方なくてね、逃げてたりとかですねしてたんですけど、謙虚さがないのが嫌なんだなとかっていうふうなことを感じたりもしてたんですけど、少し距離を置いてよくよくその方というのを見てるとですね、不安が強い方だったんですよね。専門の領域ということで考えると、ちょっとこう回り道をされてたりとか、一般的なねキャリアとはちょっとこう違ったようなキャリアの積み重ね方をされてたような方だったので、少し不安が強かったのかなっていうところがあって、その不安を埋めるために自分を大きく見せようとして一生懸命に自分のすごい点っていうのを語ってたのかなっていうふうなことが見えたりとか、実はすごくこうスポーツが万能な方でね、その方の大好きなスポーツをやっている時の姿をちらっと見たことがあるんですけど、すごくいい表情で笑ってらっしゃったりとかしたんですよね。自慢話をしてる時も笑われるんですけど、ニヤニヤ笑ってて、その笑いってあんまり僕好きじゃなかったんですけど、お好きなスポーツをやられてる時の笑顔って本当に自然な笑顔で、あ、こんな顔で笑えるんだこの人っていう風な、そういうのを見られたりとかして、違う側面が見れたりとかすると、その人の全体像を見れるようになって、それ以来それほどね嫌だなっていう風に思うこともちょっとなくなったかなというところもあったりしますね。初見正彦の動画。うつの治療を始めて1年半経ちました。80から 90% くらいは回復してきていると言われますし、私もそう思っています。しかしまだ病気になる前みたいにいろんなことをうまくこなすことができません。仕方がないと思いつつも悔しくて、でも頑張られなくて情けなく思います。頑張るの折り合いはどうつけたら良いですか。はい、ありがとうございます。うつ病だという前提でお話をしますね。動画にもしてるんですけど、回復の階段という考え方が、うつ病が回復していくときには神経伝達物質の順番として、セロトニンから回復する、次にノルアドレナリンから回復する、最後にドパミンが回復するっていう考え方があるんですよね。前近畿大学精神医学教室の白川先生っていう
というね先生が教えてくださった考え方で、そこにこう笠原先生というね精神医学のゴッドみたいな方がおられるんですけど、セロトニンが足りてない間は安心できないです。安心できないんで、このままじゃダメだ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 逃げちゃダメだみたいな感じになってらっしゃる方が多くて、空回りだけして何もできないっていう状態がセロトニンが不足している状態。それが補われてくると、まあ何もできんでもしゃあないかな、まあ今はゆっくり休んどくかっていう状態になるんですよね。でそれがセロトニンがある程度溜まった状態。次階段を上がるとノルアドレナリンの階段に上がりますね。ノルアドレナリンの階段が上がるとちょっと安心もできてきたし、休んでる状態なんでなんかちょっとぼちぼち退屈もしてきたし、今までやろうと思ってできなかったことでもちょっとやってみようかってことで、ちょっとお部屋の掃除をし始めてみたり、軽くお散歩をしてみたりとかっていうことがまだできるようになってくるんですよね。つまり何かをしようとする意欲が出てくる、安心の次に意欲が出てくるのがノルアドレナリンの回復時期です。実際にノルアドレナリンがある程度回復してくると、割と外から見てるといろんなことができるようになってきます。場合によっては家事とか仕事とか遊びとかっていうふうなこともそれなりにできるようになってきてるんですけど、実はその次の段階に進んでいない、要はドパミンの階段を上がらないとこういう感じになるんですよ。できるようになってきてるって人は言ってるけど、私自分では全然できた気がしないし、やっても楽しいと思えないし達成感がないって感じるんですよね。ドパミンというのは快感とか期待とかに関連しているような物質だったりするんで、あ、やってよかったかもとか、あ、これやると楽しそうかもっていうふうに思えるようになってくるのが最後のドパミンの階段を上がったところだというふうに言われてますね。なので大体今多分ノルアドレナリンの階段からドパミンの階段のところにあと一歩というのを上がろうとしているところなんじゃないだろうかと。もう少し良くなってくると、まあなんかあれやって楽しかったなとか、あれこれやると役立ちそうやからちょっとやってみようかなとかっていう風なね、期待感とかやってよかったっていう達成感っていうのを感じられるようになるし、それができてくるとですね、自分に対してもポジティブな目が向けられてくることがあるんですよ。あれそういえば私って結構頑張れてるかもとかね、あれこれやれてる私って結構回復してきたかもっていう風に思えることがあって、要はですねここなんですよね。最終的に情けないんじゃなくって、結構自分が頑張れてるように思えるっていうのは、最後ドパミンが回復してきた時期になって初めてそう思えるので、もうちょっとするとそれが思えるようになってくるんだな、今私はノルアドレナリンからドパミンの階段のところで上がったり下がったりしてるんだなっていうふうに思っていただけると、そんなに焦らずに見ていけるんじゃないでしょうか。